はい、昼ビール放送局、お昼の時間は M キャストの時間です。今日も元気にやっていきたいと思います。まこねーです。そう、このポッドキャストは特に理由はなく、なんとなく勢いで始めたまま続いてるポッドキャストなんですけども、朝ね、朝6時から配信してるものとは違って、6時からやってる訳ありダイエットウォークはどちらかというと、男性性の私自身のね、 LGBTQ のクイアの私の男性性の強い部分を前面に出してお話してる感じかな。で、M キャストは女性性の強い部分を前面に出してお話してるかなっていう気分で喋ってる。聞いてる人がどう思うかわかんないけど、そう、まあそれは私はあんまり気にしてない。そんなわけで、今日の M キャストは、昨日ちょっと、不細工なね、うちにある不細工なぬいぐるみの話をしたんですよ。そう、このブサイクな子は実はね、3年くらい前だったと思うんだけど、ちょうど今より5月ぐらいだったかな、3年前の5月ぐらいにお仕事の帰りに土手の片隅でポツンと置かれてて、まあ多分どっかの子が持ってて、落としちゃったか、落としちゃったのを誰か拾って、その子が分かるように横にちょっと置いたのかなとか、まあいろんなことを考えたんだけど、まあ2、3日経ってもね、誰も拾いに来なかったから、まあ私がね、なんかすっごいかわいそうだったからさ、家に連れて帰ってきたまま、そのまま3年が経ち、まあ今も私のそばにいるっていう子なんだけど、まあその子のね、写真を、まあその子がまたね、ブサイクなのよ、ものすごく。そう、その子の写真を今日は、YouTube でね、ご覧の方は、写真と同時におしゃべりしてるので、写真は、今日の写真、YouTube の写真はそのブサイクな顔の子、うん。これさ、ワンちゃんだと思う。クマちゃんにも、クマさんにも見えるんだけど、ワンちゃんにも見えるんだよね。私はな、クマちゃんかなと思うんだけど、ほら、このさ、おでこっていうか、頬のとこにポツンと、縫い跡っていうか、出っ張りがあるのよ。それがね、なんともブサイクなよ。すごいブサイクでさ、でもちょうどね、私の手のひらに乗るぐらいのサイズでさ、なんかずっといつもパソコンのね、置いてあるディスクの周りに見えるようなところにいつも置いてあるんだけど、置いてるんだけど、まあまあなんか部屋からね、出さないからさ、どっか行くこともなく、前はね、ちょっとカバンのね、ところから顔が出すような感じで入れて持ち歩いたりもしたんだけど、なんかいつかどっかで落とそうな気がして、なんかそれもかわいそうだなと思い、まあ部屋に置きっぱなしで、まあいつもね、見えるところに置いてるって感じなんだけど、そう。まあそれで、そんな感じで今日はぬいぐるみの話をしようかなーなんて思ってたんだけどさ、そう。でも朝の訳ありダイエットウォークを話しながら、今日は民族衣装の話をしようかななんて言ってたんだよね。だから今日は民族衣装の話にしようか、それとも、ブサイクなこの子。うん、ブサイクって可愛いのよ。そう。ブサ可愛いってこういう感じかな。ブサ可愛いってよく作った言葉よね。うん。私ね、ほんとさ、なんか私もね、結構言葉を勝手に造語して、当たり前のように使っちゃったりしてるんだけどさ、ブサ可愛いも本当よくできた言葉よね。そう、私はすごく好きな言葉の一つ。うん。まあ、日本語ってさ、アレンジが効くじゃん。表現力も多いし、アレンジも効くし、またさ、日本人のさ、まあ、特にね、若い女の子が作るような言葉は本当面白いよね。そう、まあ、今の時代じゃなくても、昔も今もそうだけど、やっぱ若い感性で日本語の言葉を新しく作り直すって、構成し直すっていう感じの言葉って、本当にね、素敵で面白いなっていつも思ってる。うん。だからさ、私は私は私なりの造語をパパって作っちゃうけど、やっぱね、そういう言葉を聞くと、へーってすげー新鮮で、もうほんと日々感動しちゃうんだよね。でもね、まあ最近じゃないんだけどさ、ちょっと前に、私の職場っていうか、一緒に働いてる子の、ここからのリクエストで、エモい写真の撮り方を教えてくれって言われたのよ。そう。で、エモい写真かって感じで、まあ、ちょっと考えはしたんだけど、なんか
カメラ女子だったらしく、カメラ女子だったらしくてさ、なんかエモい写真が撮れるようになりたいっていうことで、仲間内のね、女の子3人ぐらいで、なんかちょっと私にエモい写真の撮り方を教えてもらおうっていうことになったらしくて、半年ぐらい前だったかな、もうちょっと前だったかもしれないけど、エモい写真の撮り方講座を、まあ、即興でやったっていうことがあったのよ。そう、まあ、久しぶりに多少なりお金をもらって人に写真を教えたって感じだよね。そう、いくらもらったんだったかちょっと言えないけど。そう、まあね、エモい写真っていうか、エモいってさ、なかなか抽象的な言葉でさ、なんだろう、人によってエモいのイメージが結構バラバラなのよね。そう。その私に言ってきた女の子はのエモいっていうのはちょっと古い感じの写真で、なんかレトロ調の色合いみたいな感じの写真だって言ってたの、私にはね。でもさ、エモいってそうなの？みたいな。そう。なんかもうちょっとなんか感情的というか、なんかもっとなんかちょっと切ない感じの、なんかちょっとなんか可愛いと切ないと、なんかちょっと乙女心をくすぐるような、そういう微妙なラインじゃねって私は思ってたの。まあそれで、まあちょっとね、その女の子3人と私も含めて、エモいってどういうことよっていう話から始まったんだよね。そう。で、どういう写真がみんなのエモいで、エモい写真ってどういう写真っていうことから、まあ聞き取りしていって、まあ聞けば聞くほどわかんなくなっちゃってた。じゃあエモいって何なのよっていうところで堂々巡りになって、まあそれぞれがね、こういう写真が撮りたいっていうののまあコツみたいなのは教えてあげたんだけど、まあね、写真が上手い下手ってまあどうなんだろうね。 そう、私はね、自分の写真をどう思ってるかっていうと、私上手いと思ってるよ。 そう、天才だと思ってるもん。 そう、どんなところにそう思うかというと、リクエストされた通りの写真を撮れる、がまず1点。もう1つは、自分流の自分らしい写真を持ってるが2点目。その2点においては、絶対的な自信があるよね。でもね、プロのね、お仕事するのは嫌なのよ。写真でご飯食べるの嫌で、私は基本的にわがままに自分の好きな写真しか撮りたくないの。そう。だから写真集を作って販売したりとか、写真をね、海外で販売したりとかして、コツコツお金を、生計を立てているのね。そう。でもね、派手にね、売りたいとかじゃなくて、私のことを、ポッドキャストもそうだよね。私のことを好きな人、私のことが好きで、私の写真を理解してくれる人に買ってほしいのよ。そう。そうじゃない人に買ってもらってもね、全然嬉しくないの。そう。まあ、そんなわけで、まあ、写真の話を始めると、どこに行っちゃうかわかんないから、まあ、写真の話はちょっとここら辺にしとくんだけど、まあ、エモいよね。エモいを、まあ、検索してみると、どうだったかちょっと忘れちゃったけど、まあ、チャット AI ね、エモいって何って、まあ、さっき聞いてみたのよ。そうしたらね、チャット AI は、感情的で感傷的な表現や行動をすることを指します。特に悲しみや切なさ、寂しさ、孤独、またはロマンチックな愛情、恋愛心について感情表現に使われますということで、まあ、何が何だかさっぱりわかんない。 まあこれをね、私流に解釈して喋るから、まあチャット AI はまあ面白いんだけどさ。 そう、これがなんか思ってるのと違う答えだと思った人は、まあチャット AI は当てにならないって言うんだろうね。まあ、そのチャット AI がどうのこうのっていうのは、まあ朝ね、訳ありだと僕の中で結構語ってるので、まあ、この時間にこれを聞いている人にチャット AI に興味がある人がどれくらいいるかわからないけど、まあチャット AI に物を申したい人はどうぞ、今日の朝6時から発信した、訳ありだと多くの方をご視聴ください。
はい。そう、チャット AI は嘘をつくって書いてる方が、あ、バカじゃねえかと私は思ってるからね。アッポンタン野郎とか思ってます。まあ、そんな話をします。まあ、そんなわけで、エモいなんだけどさ、まあ、結局、このさ、この子豚ちゃんじゃなくて、ワンちゃんじゃなくて、クマちゃん、子熊の子も、まあ、なんか、私はさ、彼のその寂しさっていうか悲しさっていうかその置かれたシチュエーションにエモさを感じてついつい連れて帰ってきちゃったんだよね。で、このブサイクな顔のさ、もう傷のようにあるさ、右頬のさ、ポツッとそのつまみ。なんでこんなところに縫い目の縫い目が、見えるようなしこりがここについてるんだろうみたいなさ、そう。どんだけ急いで作ったの？もしくはどんだけ大量生産なの？みたいなさ、顔にこれはまずいでしょっていうこのさ、ブサイクさが、なんかやっぱブサ可愛くてエモかったのよ。そう。エモかったから、なんかものすごくね、なんか可哀想になってついて帰ってきたんだよね。そう。エモいってそういう使い方だよね。多分。そう。だと思うんだけど、どうなんだろうかな。うん、まあね、私がさ、リアル48歳だから、まあ私の周り、今一緒に仕事してるメンバーで、まあエモいって言葉を使う人ってあんまりいないんだよ。そうそう。まあ、私にエモい写真の撮り方教えてくれって言ってきた、彼女だけぐらいなもんなんだけどさ、もう、まあエモいわね、どうなの。でももうエモいって言葉が出てきて、もう随分経つよね。まあ日常的に使われてるのかな、今でも。わかんない。まあ私の記憶だと3年ぐらい前にはもうもう普通に3年ぐらい前は普通に結構使ってる人いた。で、今はどうかな。まあ私の周りではいない。 でも私はエモいって素晴らしい、なんか素敵な言葉だなと思ってさ、このエモい一つで、なんかこの寂しいような悲しいような、そういうちょっと情緒的な言葉を一つでバッて言えちゃうような言葉ってなかなかなかった気がするんだよ。まあ一つ一つあるよ。情緒的とかもそうだしさ。まあいろんな言葉あるけど、今風の言葉ではなかったよね。うん、だから今風の言葉じゃないと使いづらいじゃん。うん、人を選ぶじゃん。そう。エモいは、なんか人を選ばずに、まあ誰でも、すごいエモいよねって言え、エロいし、エモいし、エロいじゃない。エモいシチュエーションだねって言えちゃうような、まあ言葉で、なんかバリッと定着してくれたら嬉しいなと思ってる言葉の一つだな。うん。まあ、それに、まあ、恋心といえば、まあ、恋心。まあ、その、エモい写真を、まあ、どう説明するかってあるんだけど、まあね、どっちにしても、私は、女の子に写真を教えるのは、本当嫌だ。だから、私のポッドキャストは、本当、女の子をディスる話ばっかだよね、そういえば。女の子をディスる話が多い気がするのは、まあ多分気のせいじゃない。多分私が意図的にそうしてるのかもしれないけど、意図的じゃないんだよ。わざとじゃないんだけど、なんかね、そう、まあポッドキャストかなんかでさ、まああんま堂々と女の子をディスるような話って、世の中あんまりないじゃん。直接的にはさ、まあ、影ではあるよ。影ではあるよ。例えば、男性同士の職場なんかに行くとさ、まあ、女性がいないところでは女の子を、女はさ、ぐらいな感じでディスってるのがよくあるよ。でもそれは女の子だってそうでさ、女ばっかの中に入れるとさ、男はさ、なんて話はまあざらにあって、どっちがどっちって言われたら、まあどっちもかなり醜い争いだよね。そもそもさ、男も女もさ、別々の生き物だから、人間の形してるだけで、もう全然別の世界の生き物だと思った方がいいよ。比べるだけ時間の無駄だと私は思ってる。うん。じゃあ私はと言われたら、私はその中間だからさ、まあどちらも属さない。だから私はね、よく言うよ、男の子も女の子もよくわかんない、私は。うん。 私は私しかわからないから。そう。だから、まあポッドキャストでさ、男性的な誠、女性的な誠って言って話して、まあ分けちゃいるけど、本当のところはどっちも私らしいは私の話しかできない。そう。まあそんなわけで、まあエモい写真の話を、なんか今日はちょっと掘り下げたい気分になってきたな。うん、
と言ってももう15分も喋ってるのね。エモい写真っていうのはさ、まあエモい写真っていうか、まあ女性の写真、女性の写真って、まあ私はね、女性の写真と男性の写真って、まあいろんなさ、まあね、リアルフォトグラファーの写真家のね、写真も見るけども、なんかね、明確に違う気がしてるの。そう、見てる対象も違うし、撮ろうとしてる対象も、女性の写真家と、まあ、フォトグラファーと写真家と男性の写真家、仕事は別だよ。仕事で例えばモデルさんを撮るとか、なんかテーマがあって撮るって言ったらまたちょっと違ってくるけども、仕事じゃなくて自分の作品として撮ってる場合、男性が撮ってるものと女性が撮ってるもの、見てるものも選んでるものも、全て違う気がする。うん、それは男性的、女性的っていう話だけではないぐらい違ってて、すごく面白くて、すごく研究材料として、重く、大変で、面白く、まあ、切ない、なんだろう。テーマだと思うんだけどさ、なんだろうな。まあ、アメリカのね、フォトグラファーで、まだ亡くなってないよ、まだ元気なのかな、ダイアン・アーバスっていう女性のフォトグラファーがいるの。この人は、身体障害、まあ、何かしら障害を持ってる人の写真を、淡々と撮っていったっていう、まあ、本当、ポートレートのね、ポートレートの写真、まあ、人を撮る写真を、勉強するって人には必ずね、一回踏み越えなきゃいけないダイアン・アーバスだと思うんだけども、まあそのね、ダイアン・アーバスの写真はまあモノクロなんだけども、まああれが女性的かって言ったらまあそんな感じでもないんだよね。そう。でもその対象がさ、やっぱり、なんだろう、可愛いだけじゃない、心に闇を持ってる、心に葛藤を持ってる人たちを真正面から、向かい合って撮れるっていうのは女性らしさじゃなくて女性の強さな気がするんだよ。うん。まあそういうふうに写真として一歩距離を置いた、被写体、そのさ、ダイアン・アーバスがその被写体になったその人たちとの、ダイアン・アーバスとその人たちには確かに踏み込めない、踏み入れない距離感があるの。距離感があって、それがまたね、分かりやすいがはっきり距離感があるの。でも男性がそういう対象を取ると、踏み込みすぎるか踏み込まなすぎるかっていうか、その中途半端なその絶対境界線っていうのが見えないっていうかな、そういう写真が多いよね。そうだからもうさ、こんなに踏み込んじゃったら、この被写体の人たちとあなたの関係はちょっとどうなのっていうか、行き過ぎじゃないっていうのもあれば、そんなに距離を離したら何を撮りたいかわかんないんだけどっていうぐらい、まあ男性の写真は、その距離感ってちょっと極端だよね。逆に女性の写真の距離感っていうのは、まあ割合と誰の写真でも割合で一定な感じがする。うん。まあ距離感っていうのはね、なかなか言葉では説明できないんだけど、なんだろう、単純な物理的な距離もあるけど、感情的な距離もあるわけよ。そう。どちらかというと、感情的な距離っていうのは、一人の写真家のね、一人のフォトグラファーのいろんな写真を見ないとわからない。そう。だから、私はね、インスタグラムとか見てて、まあ私、今、メインで写真アップしてるのはインスタグラムぐらいなんだけど、インスタ見てて、まあ私のことをフォローしてくれたりとか、いいねをしてくれた人の写真、はどんな人かなっていうのは、まあまあ大体見に行くんだよ、相手のところに。でもプロフィールをザーって見て、距離感に共通性がない人はまあフォローはしないよね。そう。 写真を見て距離感に共通性を感じない人は、この人はただまあ自分の感情というか、ただまあもう撮ることが機械的で撮ってるだけで、自分の感情を表現してないというふうに判断する。まあそれは男性も女性も。うん、まあそれで、でもその中で、全然違うものを撮ってるんだけど、共通した距離感っていうのを持ってる人ってやっぱりいるわけよ。そう。まあそれがプロフェッショナルの人かもしんないし、全然素人の人かもしんないけど、それは関係なく、まあそういう人の写真はぐっと引き込まれたりするな。うん。まあね、
まあ私自身はインスタグラムはその距離感って結構バラバラにしてるけどね かなり意図的にバラバラにしてるかな。そうっていうのはね、なんか私自身がね、距離感があんまり同じすぎると飽きてくるんだよね だから私の写真を見て、まあどうだろう、いやでも私もストリートフォトグラフィーのページ、インスタのアカウントはちょっと写真にもうちょっと共通的な距離感を持たせていこうかな 今自分で喋りながらちょっと反省した。そう、まあ突然写真の話になっちゃったけど、まあね、まあ写真の話を語り始めると時間はどん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 過ぎていきます。まあ、そこでようやく進路補正して ブサ可愛いこの子なんだけど、まあ名前はないです。はい。ブサイクちゃんじゃないけどね、なんかほんとさ、なんかこの、両方ここにあるんだよね。両方のこのさ、縫い目がほんとすごい可哀想な感じなんだけどさ。まあね、正しいかどうかわかんないけど、ちょっと私が調べたところによると、大人になっても自分の部屋に何かしらの大小関係なく何かしらのぬいぐるみがある女性は、全体の80%以上らしいですよ。大きい小さい関係なしね。そう、何かしらのぬいぐるみは80%の女性が大体持ってるみたい。そう。で、世界基準だと、それは、かなり多いみたいよ。そう、世界基準だと、部屋にぬいぐるみがあるってどういうことみたいな。あんたいつまで女の子のつもりみたいな感覚らしいんだけど、まあ日本人の女子は 日本人の女の子はさ、まあ、なんていうかな、いつまでも自分が女の子だと思ってるよね。いや、私はそれでいいと思ってるんだよ。私もそれでいいと思ってるし、私もそうだからさ、私もそれでいいと思ってるんだけど、でも、以前読んだ本で、女性が女性をディスってるさ、本があってさ、そう、いつまで自分が女の子だと思ってるんだみたいな感じのタイトルの本でさ、それはそれですごく面白かったの。面白くて まあ、私も面白かったのは覚えてるけど、内容はあんま覚えてないんだよな。そう。なんかね、その人は、年齢を重ねていたら年齢相応の女性像ってあるでしょっていう感じで、年を取ったな落ち着いた服じゃなきゃいけないとか、そう、いつまでもそんなバカみたいな派手な服を着てちゃダメよみたいな感じの内容だったかな。でももうちょっと違った気がするんだよな。もうちょっと、ああ、なるほどね、言ってることわかるよみたいな内容だったんだけど、まあ私はね、私は別にさ、ぬいぐるみが部屋にあったっていいじゃんみたいな。そう。ほら、よく言うじゃん。あとに、シュシュをさ、100均に言ってるさ、シュシュもさ、高いシュシュもいっぱいあるけど、シュシュをもうほんと小学生の女の子がつけるようなシュシュでも喜んでさ、普通のね、フォーマルなところでもシュシュをつけてるようなのは、日本人の女性だけだって言うじゃない。そう。外国で、ああいう可愛げなシュシュをつけてるのは、本当小さい子の女の子だけみたいなのはよく言われるじゃん。そう。私も、海外の友達に、シュシュつけてて、おー、なんかびっくりされたことがあるよね。それは私だからかもしんないけど。そう。まあでもね、なんだろう。他人がどうのこうのじゃなくて、他人がどうのこうのじゃなくて、自分自身がそれで良くて、それで納得してるんだったら、私は別に他人がどうのこうの言われたからって、それを変えることは全然必要ないと思うし、私は周りに合わせて自分をチェンジできるほど器用じゃないし、そう。まあね、ただお葬式の時にさ、真っ赤な、スーツ着ていくとかさ、お葬式の時にさ、白いスーツ着ていくとか、まあそういうことはしないよ。そういうことはまあ、それはまあ、常識の範囲でだけども、まあ、フォーマルなところじゃなくて、まあ、自分のプライベートの時間は、本当わざわざ周りにね、忖度して、ファッションを、そう、周り、自分の年相応にっていうことはないな。そう。だからね、まあ、年相応の服が、の方が、服っていう考え方が、めちゃくちゃ嫌い。そう。なんか似合うに、
まあ何回か言ってるけどさ、私のあの洋服を選ぶ基準って似合う似合わないじゃなくて、私が着たいかどうかなのね。そう、私が着たい服だったら私が似合うか似合わないかはまあどうでもいい。 そう、でももちろん人によっては自分が似合うことを基準にする人っていっぱいいてさ、この一緒に洋服買いってもね、この服似合うかなってよく聞かれたりするよ、私も。そう、似合う似合わないかと言われたらもちろんさ、似合うか似合わないか答えるよ、聞かれたから。でもまあ好きだったら着ればみたいな、そう、着てるうちに見慣れてこえば似合うようになるんじゃないみたいな、そう、そんな風な感じで私は洋服を選んでるし、まあ持ち物みんなそうね。そう、自転車もこれ乗ってみたいから買いました。もうすっごい私のさ、自転車ってもうめちゃくちゃ派手なさ、そう、あと黄色より、緑っぽい、黄色と緑、黄色と緑の間ぐらいな、そういうね、それでもちょっと青も入ってるようなね、色合いの自転車なんだけど、まあめちゃくちゃ目立つのよ。そう、どこに置いてても目立つ、そういう自転車なんだけど、まあ私はね、目立つの大好きだから、だいたい着るものも派手なのが多いよね。そう、目を引くようなのが多いよね。そう、まあそれでもさ、私がふっとい足を出してさ、そうミニスカートを履いてさ歩いてれば、まあ別にファッションどうのこうのじゃなくても目立つんだけどね。 そうで、まあ笑うとさ、奥の銀歯がキラッと光るしさ。 そうなの。まあでもそれでもね、全然気にしない。まあたまにさ、たまにね、今の私よりもでかい女の子って、まあ街中歩いてることがあるわけよ。まあね、長岡で私よりでかい女の子を見るってなかなかないよ。 そう、ほんとね、まあ近くに住んでると思うんだよね。だって2、3週間に1回見るもん。そう、ほんと大きいの。ほんとさ、なんだろう、ほんと人がね、多分ね、私が歩いてるの見て、マコネンが着れる服ってどこに売ってんだよってよく聞かれたよ。そう、今も聞かれるし。でもね、私もその子に、ね、心の中で、服どこで買ってるんだろうってぐらい、すごい、そう、ほんと典型的な、洋梨体型で、まあほんと、まあ典型的な、女性の太り方だよね。そう、皮下脂肪、どんどんどんみたいな感じの感じで。わあ、あこまで大きな見事な女性はなかなか、そう、いない。ぜひ話しかけてみたいけど、なんか私にはそんな勇気はなくて。そう、勇気はなくて声かけられないのよ。まあ、ぜひ友達になりたいわ。そう。なんだろう、私ね、痩せて綺麗に見える女の子は、なんか、あまり好きじゃないのよ。好きじゃないというか、気持ち悪い。ほんとさ、アホじゃないですかってぐらい痩せてる子とか、まあ今だとさ、アプリって結構韓国製とか中国製のアプリ多いじゃない。韓国製とか中国製のアプリって、やっぱ海外か、韓国とか中国向けの商品を売る広告が結構入ってくるよね。まあほんとさ、韓国とか中国とかの女優さんとか、まあああいうネット広告に出てる女の子とか、本当に気持ち悪いよね。 いや本当に気持ち悪い。そう、不快感を感じるほど気持ち悪い。 なんだろうね、なんか不自然すぎて。メイクも、まあね、韓国のさ、このメイクってどうなんだろう、真似してる人もいっぱいいると思うんだけど、あれ可愛くないぞ、気持ち悪いけどな。 そう、まあ日本人に似合うかどうかったら似合ってるのかもしれないけど、まあ私はね、気持ち悪いと思って見てる。そう、まあ初めてね、まあもう今は違うと思うけどさ、今はもう何年も乗ってないけど、初めてね、21の時に海外に行った時に、初めての海外旅行は香港だったんだけど、インチョン空港経由だったんだよ。そう、
初めての、飛行機一人旅で、インチョン空港経由だったんだけど、まあ、新潟空港から韓国のインチョン空港まで行くのに乗った飛行機は韓国の飛行機だったね。韓国のさ、CA さんを見た時の驚きって。もう30年前近くだよね。30年近く前だけど、いやいやいや、本当に顔にマスク乗ってますよってぐらい、本当のっぺりとしたさ、なんかそのファンデーション何センチぐらいありますかぐらい、もう完全武装系のメイクですっごいびっくりしたの覚えてるわ。もうね、人間に見えないの。まあ、あれから時間経ったけど、まあ、私が見るどう見てもね、韓国人のメイクだよなって思うような広告に出てくる女の子たちの、まあ、メイクはね、本当もう本当ファンデーション何ミリ乗ってますかみたいな感じの子から、ほら TikTok のさ、 TikTok の CM もなんか私のところにはバンバン来るんだけどさ、まあ、TikTok はアカウントは持ってるけど、まあ、私が TikTok を触ったのは本当初期の初期でさ、 そう、もうあれからもう何年経ってるんだろう。そうかも、TikTok 私が初めて触ってから多分10年近く経ってる。もう全然触ってない。だって TikTok の民は本当レベル低いと思ってるもん。 そう、コメント見、YouTube もかなり残念なコメント多いけど、 TikTok のコメントはさらに残念なコメントばっかりだから、まあ、ここには足を踏み入れたくないなって思ってるのが私は TikTok があまり好きじゃない理由っていうか、全然やらない理由。まあ、そんな中で TikTok に出てるダンスとかは、ダンスやってる子の、ショートダンスとかは、まあね、YouTube ショートにもいっぱい上がってるけども、まあ、韓国の子とかが多いよね。韓国とか中国系の子が多いけど、まあ、もう本当どこをどうしたらそこまで削れますかっていうような、体型だったりとか、まあ、動画でどれほど補正してるかわかんないけど、まあ、写真なんかだとね、プロフィール写真とかだと、いやいやいや、もうそれ原型ないでしょっていうぐらい、いじってる写真も多いじゃない。そこさ、いじってるかどうかっていうのは、まあそこはね、経験値がないと、わからんかもしんないけど、いやいやいや、これはやばいぐらいいじってるでしょっていうプロフィール写真の人もいっぱいいるわけじゃん。まあ、それはね、私は本当受け入れられないわ。そう。もう、なんか、他人事だから別にどうでもいいやと思ってるけど、まあまあ、私は嫌だし、まあ、なんだろう。身の前にそういう友達がいたら、いや、付き合いたくないね。そんなわけで、なんか今日はね、とことん女の子をディスるような話になったんだけど、まあ、多分そういう日は私がね、ちょっと心に闇があるっていう感じよ。まあ、ぬいぐるみの話も全然進まなくて、まあ、いつの間にか女の子をディスる話になってしまったんだけど、あ、エモい話だったね。エモい写真の話から徐々に女の子をディスる話になったんだけど、まあいいでしょう。そんなわけで今日も、お時間になりますので、M キャスト、マコネ。今日は、ブラックなマコネでした。そんなわけで、また明日、バイバイ。皆さん、そう、私があまりひどい人間だと思わないでくださいね。そう、まあ、ひどくと思わなくてもいいんだけど、思ってることを言ってるだけです。バイバイ、またね。